はい、タイい、ぐすよ、チャーガンじゅヤやみェえんな、おねえからぬちむどんどんラジオ、始まりびーんと、はい、中夜8月19日金曜日夜6時運転やびた、それでは自己紹介やっていきまーす。はい、はい、まずは最初私パーソナリティのヘッド、顔は土やんな、見た目はガンダム、<laughs> 別名歩く筋肉とも言われ、誰がよ <laughs> <laughs> 別名歩く筋肉ともいわれているラムでございます皆さんよろしくねう、えー、石川添い立ってるのじゃないの誰がよ大学期十分だはい続きましたのパーストリティさん自己紹介ゆたしく逃げさびらんえっとね<あ>今日はねなんか久しぶりにアップスタイルやってみたランちゃんでございます <laughs> いでも、ね、なんかアップスタイルってちょっと だ、なんか、あのなんかた、たばねただけなんだけどね、そんな感じ、<laughs> やっぱなんか、アップスタイル、可愛いよね、ちょっとね、<laughs> うん、可愛いい、<laughs> そう,そう <laughs>、はい。ということでね、はい今日金曜日ですよね、私のお家では、<laughs> まあ、私のお家でもないんですけど、あの、なんでした今週 あのね、9本がありましたけれどもね、よくうっくいされないでよかったねって言われたまーちゃんでございますはい、ありがとうございます大丈夫、迎えに迎えに行くからちゃっなぁ、してる人がいますね、ありがとうございますはい、どうもありがとうご利益はございませんで後と替え打ちカビ送ります大丈夫、私の携帯ご利益があるよ、あの画像だからほらあ、本当ねミました。ン黙れこぞお前に残るのかということで <laughs> はいとういうことでよろしくお願いしたいと思いますよろしくお願いします私のお家で、うん、あの私がね夢でね夢で今日今日夢でもね今日ねご利益があったのそういえば何何あのね太郎介さんこのビスナーさんね太郎 <laughs> <が>出ました私がね太郎介さんのご自宅に訪問してねああだそう で行ったことないんですよ、もちろん。あ茨きまで来ましたって言って、太郎介さんがようこそって言って、いろいろおもてなししていただいて、おもてなし。でも、いろいろサービスが良かったんですね。で、また、じゃあ来週沖縄に来ますねって、ありがとうございましたって言って、さようならって、玄関閉じてから振り向いた沖縄だったっていうね。何だったんだ、あれはっていうね、ぶっこんな話でございますけれども。それはは夢ででございいますす本当よ ドリームでございます。ドリームカムトゥルーですよ。<laughs> 誰も私の夢に来ないんですけど。<laughs> ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日のテーマは、はい、恋愛っていうことでね。 恋愛事情というこでね皆さん、どういう恋愛事情とかありますかということなんですけど今までね、私たち番組が始まってからね、いろいろ恋愛事情を知りたいとかね、あなたたちどういうふうに出会いしてきたんですか、別れを繰り返してきたんですかって、テレサとみたいな歌詞をぬす、分からなくて寂しいようで。ということを思うんですけども、私たち、そんなに経験しておりますので。 ちょっとですけどもね、この話もしながらですね、楽しんでいただけたらなって思っておりますでございますですよ。はいということで、メールアドレス読んでいきますね。FM 小座からですね、それでは読んでいきます。761、761、アットマーク、FM 小座、fm 小座。jp。もう一回ね。

たちですかってやったら口をついて出た言葉「え知りません」ってかみたら「えあなたたちじゃないんですか?」って声とっても似てましたよって「あそうでございますかあそうかもしれませんねでもよく分からないです」って「あそうなんですもしじゃあやってたらその人によろしくお伝えください」っておっしゃってましたんでねはい、伝えておきましたって本人でしたあれよねお姉の方でだいたい似てるよね声はね似てるよねだからねかもぐる味したかったと思う カムナットもできないよね。できないよね。できないできないもう出てるからね。はいということでよろしくお願いしたいと思いますです。喋るカムナットね。はいでは今日恋愛事情ということでお話ししていけたらなと思うんですけどもあのまあ私たちあのラムランねマーチャンっていう形でやっておりますけれどもねコンコンね。 <laughs> まあ、こちらは今、まあ、あのその事情で言えばね現在進行形で愛を育んでおります。 えー、愛を育んでおる最中です。で、こちらのランちゃんは、ね。あの、最近、閉鎖しました。ラン、うん、ちゃんは、バツイチなんですよ。バツイチなんです。そう。なんです、ランちゃんはね。バツイチなってんです。そう。で、私をというと、未亡人に未亡人、はい。はい。出ました。ね、<laughs> なのでね、あのー、ちょっと暗い話になるんですけれども。うん ね、あの71年前にね出生をしていた時にですね帰 <laughs> ってきたのがこの髪切れ一枚でねそれからその人思いながら。 え、いくばくもなく過ぎ去ってあれ、あれ、あれ、まっちゃん、まっちゃん、いくつだっけ。はい。ジュレ五百円です。あ、五百円で買えます。そうです。ワンコインで買えるんです。はい、誰か買いに来てください。そうです。あれよ、でも、ギフトであげるよ。ね。誰かお中元。お中元ね、ちょっと。終わったけど、お中元で、送るよ。そう。明日またくばらんといけんとこあるけどね。れちゃっあ、そうなの。え。 真っちゃん送らないよね自分送らないよ私送ろうかって言ったらねありがとうって言ったわけ、うん、そしたらお,お置いていくないのって私とかに言ったからねいりませんって <laughs> れまそう。私が欲しいのはこの持ってきたねこのねあの包みであって、ね、<laughs> 箱であってねあんたじゃないからねあんた早く帰ってって,て <laughs> このどなたさんで似てるようなことを言われましてす、ね、誰だろう,うどこのどなたさんと誰だね早く帰れお前はって言う人がいるんですよ <laughs> <ー>このスタッフさんの中にもどこに とおかわいそうと思ってください。本当にせっかく会いねこうやって会いに来てくれてるのにってねもいいお前。このドラマは実話です。実話だね。嘘もクソもありますかってことです。はいということでちょっとあのコメント読んでいきたいと思います。コメント読んでください。もう気持ち悪い。私そんな子じゃないから。いやなんかそんな感じでしょ。 ちょっともうね、うっくりされてるから、皆さんもう壊れております、今日そうよね、はい、許してくださいねはい、ということでね、ルドルフさんねはい、さ、おね、必ず始まったよはい、待っまーちゃんだむちゃんだんちゃーんはい、ありがとうございますこんばんは、はいさーということで、うっくりで見送るのーって見送るんですよ、私見送られたんですね見送られた、大丈夫会に行けるから、私がそうね大丈夫大丈夫あの四人乗りだったら、あのひ一席分で大丈夫ですから お正月に帰ってくるんじゃないお正月は帰ってこないさあんたお正月はあんたお年神様があった頃からなあそう私年に1回しか来ない1月1日にお年玉ちょうだいお年玉ちょうど2つこんな人がなってるけどあその玉その玉はちょっといらないかな一番持ってそうなあっちにいるけどあの ね、あの、他の方からのお年玉は欲しいかな。本当ですよね。お年玉に象さんがついてるね。あら、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。高いか。本当よね。みんな同じと思うけどね。はい。ハーマンセブンさんかな。美人オンネカラーズの皆様、おこんばんは。いやいやいや、もうそういうことございますから。名古屋。

はい、ということでね、昨日はね、あちこちエイサーも回ってたみたいで、カデナーはね、エイサー回っていてやってたんですが、おとといはね。 もう夜遅くまでどん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 してねもう本当にでもねきなあの人はねもうエサの音聞いたらさもうチムさわさしてチムどんどんそうそうそうああもう見に行きたいなち見に行きたいねとかってああでもなでいいよねやっぱねそうそうそうということであの楽しいお時間なそでそけどもそろそろちょっとあの CM そう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 うそ

もうちょっと前に止めでもよかったねなんで大丈夫じゃないうん、うん、ギリギリ <laughs> ちょっとうつ声が戻ってきてるっっちょっとう <coughs> 何したから歌丸を練習してたから枯れすぎでしょなんていうのあの枯れてきたプラスちょっとなんか気分が悪くあ体調が悪くなってきたけど本当に風邪症状みたいな、うん <laughs> あと歌いすぎじゃない。そうそうそう。だあの歌った覚えるかなと思ってずっと歌ってたわけ。<laughs> どんだけ歌ったかな <laughs>。<laughs> うずーっと。すごいね <laughs> 始まったフフフフフ。 はい、えオネーカラーず始まっております。名前、今かけているのが違うんじゃない <laughs> あ、あ、わかりました。<laughs> はい、は今からです、ね、曲一曲お届けしたいなと思います。えっ、ー、と誰の歌ふたみじょう。山内さん、たたけしさん、たまきかずみさんのふたみじょうをですね、おちちみしえびり。はい <laughs> はい。はい。ただいまのお時間、18時16分、おねえからずのちむどんどんラジオ、始まってますよ。<laughs> <laughs> はい、今お届けしたのは、二目みじょうわでした。はい、ありがとうございます。私とデュエットしませんか私もデュエットしたいです。はい、よろしくお願いします。カラオケ大会でたいで。からね、あるよ、また近々地元のカデナーであるからね、そのう時にまたね、出させたいさ。だからね。そうそうそう。ということで、メッセージが届いているので、読んでいただきたいと。はい、まんでごらん。はい。さんからね、こんばんは、ラジオ聞いてますよ。はい、ありがとうございます。お父さんもお元気ですかはい。 そこはい終わりはいと <laughs> い,い,いうことに熊本バッテン琉球マサイアさんからね琉神マサイアさん、ね <laughs> はい、カモフラージュって <laughs> え,えへへ 熊本出身名古屋で仕事してますよって沖縄でカデナのカモフラージュ面白いですってありがとうございますね <laughs> あ熊本出身ですか熊本どこさ沖縄さということでよろしくお願いしますね熊本がいますね熊本 <laughs> ね, <laughs> モンねいもっちもいますよい,いないね 雲もと雲もんだもんね。私石川でカモフラージュしようかと。石川県じゃないよって本当に誰もからんね。どこにあるかです。今本当にねどこみたいだあたしるとこもどこだもんね。美容室の赤ですってね。不思議の国です。愛ということで、ということでですね、あのまたちょっと本で戻りますけど、本日のテーマが。 恋愛っていうこと、あはいもう一回ね、本日のテーマが恋愛事情でございます。ということで、ですね皆さん、恋愛事情とかなんかいろいろありますかということで、またプラスアルファね、お盆もありましたからね、こういうお盆もありましたよとか、こんなでありましたよとかね、あとはまた、どういう形になったのか分かりませんか、私も送られそうになりましたとかね、そういうのがあればぜひぜひ。 いただいたんそうなんあんたもう一緒に燃やしてあげようねって言ったから、ね、私、総裁上じゃないと燃えないよって言ったから連れて行こうかって言ってね。<laughs> <laughs> ううちちかかびびいいいくくらら5000万万ぐらいでいいよ。じゃあ置くとこうお願いしますね。住所はね、地球庁ですから。地球庁ね。土星群ですから。よろしくお願いしますということでですね、FM コーのメールアドレスも一回読んでいきたいと思います。それではいきますね。761。 七六一アットマークアットマーク fm 小沢 fm 小沢ドット jp ドット jp じゃもう一回いきます七六一アットマークアットマーク fm 小沢 fm 小沢ドット jp ドット jp 皆さん送らないと泣いちゃうよはい seven six o アットマーク fm はい。ということで、ちょっと JP761 アトマークエランドのアメリカの人たちにもちゃんと聞こえるようにね。ああ、アメリカね。そうそそそうううですね。とにかく遅れって言ってます。お世界性が悪くない。ということにちょっとテーマの話していきたいと思うんですけど、あの私、最初に 人のこの恋愛事情かなんかあの語りたいなと思うんでみんなあのねあのダメじゃダメじゃダメバッちゃんあのね結構年寄りにダメって言われるダメダメけどダメ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 まずそういう話する前にあなたたちの周りに恋愛してる人いますかって話からですよ誰か聞かないねこんなして話ははいって話をうん やっぱりノーマルの人は聞いたことあるけどねえの人たちとかっていうのはなかなかないよ、ねね、なかノーマルの人人話よこんな人いないいああでもあれかななんていうのかな、うんうん、私がやっぱ思ったのが、うん、なんていうのこの、うん、昨日ちょ,っとあのちょっと調べてたんだけど、うんうん、あるニューハーフの人がなんていうのかな書い、うん、かかてたのが、うん、なんていうの最初になんていうのかな あのニューハンフの人ってやっぱ綺麗だからなんかいるでしょみたいなっていうのが結構あるみたいだわっ特に女の女性の方から言われるのかな分かんないけどそういうイメージがあるみたいなんだけどそういうことはないよっていうことを抱えてたのやっぱそ,その通りよねって思ってで私が一番ちょっとなんかあの自分の中で思ってたのがちょっと共感できて一番共感できたのがいくら なんか頑張っても B とかね B とかしぐさとかこのなんていうのしかしとか頑張ってもなんか結局これ終わらせられるところってあるよねっていうところがあるんで現状そうだとは思うけどねあれだよ深く捉えちゃダメよ軽くね軽くそういう感じかなって待って待ってもう一回もう一回ワンモアお願いしていくら美を頑張っても 結局男で終わるっていうのはどういう、男で終わるっていうのなんね。いえば、結局多分あれでしょノーマルの男性の方が。うん。入学の時か愛いいね、綺麗だね、どうのこうのだねって言っても、結局。子供も産めないし、結婚もできないし、どうのこうのし、結局男だよねっていう意味ですね。将来性ないよ。ってみたいな。多分、そういう。なるほどね。そういう感じ。オッケー。だから、私なんか、結局男で終わるっていうから、戻ってくるのかなと思ったわけ。どんだけこんなで、性転換も頑張って、こうやって女性になりたいって頑張ってきたの。 結局、あやっぱ男だって言って、男へ戻るのみたいな、そこもあるんだけど、そこもあるっていうか、あれなんだよね、なんていうの、やっぱりニューハーフの人って、やっぱりなんか女性になって、完全女性になって、おっぱいも入れて、性転換も入れるじゃない、それでなんかそこまでしてるのに、そういう現状を知ったときに、命の危機があるって抱えてたんだよね。 そのあるニューハーフのこの書き込みに私とっても共感できるなとね。だから言えばね,ねあのー、まあニューハーフ系の話とかに持っていきますけども、うん、まあニューハーフさんでだからなんなんで言うのか、うん、ちょっとあ女になりたいけどちょっとなでももうなんか可愛くなりたいから勢いでやりやろうって思ってやっちゃったみたいな言えば、うん、あのー、半分以上は男にモテたいから。<laughs> うんで,でも大体そうなっちゃうよね、<laughs> <ん>たどればねそそそうそうそうやっぱり男だからじゃあ、女だったら愛してくれるんじゃないかで、それで結局、女になりましたっていうことで、うん、あの付き合ってたとしてもね、うん、何年か付き合ってたとしても、結局、やっぱ子供産めないからねってなって、やっぱ、うんっていうのが多いじゃなんていうの,この結婚、うんうん、結婚 海外とかでは結婚できるじゃない。だからあの結婚してるみたいなんだけど、やっぱり離婚率高いんだって離婚率が。そうだニュアンスの方で。でよね。結婚がどうの子の子供がどうの子のがっていうのがゴールインではないんだけどそう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 でもさ、ああいごめんなさい。最近よくお客さんに言われるわけ。なんかうん旦ちゃんダムちゃんなんか子供欲しくないの？あ私別に。 いいかなって別に悪い意味でもいい意味でもないんだけど別に私がなんか子供なんていうのあの産めないしなんかもし女性の方とってなったとしてもやっぱり子供のことも考えるとってなってしまうしいろいろ考えるとなんか私あの子供は欲しくないよっていうのでも相手はやっぱりな子かもう産んで結婚してってみたいのがやっぱり。 結構ある <laughs> あるから、うん、よくそれ言われるんだよね、うん、最近なるほどねだから要するに自分のだからこの。 まあ子孫を残したいっていうのが男の人のまあ本能でもあるからだから必ずそうしなきゃいけないってわけでもないしだからそこがやっぱ男尊女卑っていう言い方をしてしまうけれどもやっぱそういうのでまあ虐げられてた人たちも女性も多くいるわけですよまあどっちもどっちなの賛否両論ってう感じで,やっぱりでも必ずしもじゃ結婚しなさい、子供産みなさいっていうのはどうかなって思うけどでもしないのもやっぱりねあの、まあ、そうだよねってはなるけど、ね。だからもしだ だからもしかしたらその人が例えば産みたいことも産めない体であったりとかそのね場合もあるだろうしまたあの今タイミングも今はねおな,あのなかなか例えば 一生懸命頑張って、うん、あのねこの人の子供を子供っいうかね里帰りたい,、ね、りたいっていうことでもね合ってるのに例えば仕事の都合あの都合であったりだとかあとはそのあのお互いタイミングが合わなくてとかだからそれで子供がなかなかねタイミングでっていうのがあるから、うん、それもあるしまたなんかさ、うん、ごめんああなんだろうあのニューハウスさんとも、うん、まあ ごめんねなんねなかちょっとあの似せるのはどうかなと思うんですけども、うんうん、ニューハウスさんも子供は産めないじゃないですかでも女性の方でもまあこういったあれなんですけど、うん、やっぱ産めないような体だったりとか、うん、やっぱあの男性の方にまあちょっと問題があってとかっていう人もいるじゃないですか。だからじゃあそういうい人たちにも,もう 子供産みねどうのこうなんとかなわけっていうのはおかしい話だからだから私ごめんね言っていいこれ言っていいからなんかやっぱり結局逃げ言葉なのかなっていう最終的にみたいなだから男の人からしたらそうなんでしょうね都合がいいって思われるかもしれないしだからまずはだからそういうふうに考える前にこの人と一緒に生涯を共にしたいですかっていうところだと思うわけ。 私一時でもそうじゃないとそうじゃないだからってなるん、じよこんな気持ちもあるかもしれない。確かにそうじゃないとまあ言えばいろんな意味で多分マッチャ言ったと思うんだけど、そうじゃないとできないとそうそうそう本当はっきり言ってニューハーフの糸だったり、まあこの反対で女からあ女性の方から男性になったりとか F T M の糸だったりね。 ね、あのね実際、ゲイの方の恋愛のお話をしたいって言ってた,に言ってたんだけどゲイの方っていうのもね完全に男が好きだからじゃあ男がって言ったらそうじゃないのよ、うんうん、のんけさんだってそうなんだけど私会ったことあるんだけどさ、うん、もお互いに例えばのんけさんよだけどなんでこの人とじゃあ一緒に今いるんですかって言ったときに俺自身ももともとイでもないし何でもないってそそそそう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 だけどじゃあどういうことかって言ったらたまたま好きになった人がこの人だったって。 今まで女女女できてたんだけど好きになった人が男だったから「最初俺自身も戸惑った」と。ってたごめあのこれをさ、うん、なんていうのそう思わせた人ってさ、うん 本当にすごいなって思う。だから、例えばこの人が、この人が、だから、女の子、女のなんていうの、例えば、仕草だったりとか、メイクしてるからとか、女装が綺麗だとか、一切ないわそういうのじゃないよ。それやっぱ中身の問題。中身で、なんか、キーの使い方だったりとか、本当にみんなが知らない。男でしか分からない感情っていうのがあるじゃないあるあるある。それが分かればね、苦労しないけどね。あ、本当にね。 3등! 男の気持ちもあるから女の気持ちもあるんだけど男の気持ちもあるからダムちゃんは分かるかもしれないけどあれなのでみんな言うじゃないんかニューハーフとかお姉の方んか、男も半分持ってて女も半分持ってるっていうかもしれないけど私も持ってるわけじゃないんだラムも持ってるわけじゃないんだけど今ちょっとね誰かしらの声が似てるからねラムも持ってるわけではないんだけど気持ち的には考え方とか男の部分もあるし女の部分もある どっっっっちも持ててるんだなって思ったわけ、うん、気持ちっていうよりかはこの考え方とかやり方が男の部分も持ってるからだから男の部分は女の部分もそういう相手がだからそういうになるんだったらいいけど、うん、だからまた相手がまた求めてくる場合もあるじゃない求めるそう例えば男の部分である、うん、じゃあ女の部分もあるじゃあそれだったらいいでしょってお互いじゃあ,あるから。 私の場合は男を求められたときに返せられない <laughs> 女を求められたら返せられるかもしれないから男を求められるそれってあっての,あのごめんねそれって性的な部いや違う <laughs> ごめん、ね、なんでもんな性的内部 <laughs> だからみんなこうやって恋愛、ね、事情ってさ離れていくんだろうがよ <laughs> な,なんかさごめんねごめんなさい今ねこちら FM 小座の方で届けてますよ絶対あのー、ねこ,このこのなんていういわゆるさこの、うん あのまあ、下ネタっていう話をしたら大まかかもしれないけどうんそんなのじゃなくてただねだからその自分自身がだからどうあるべきかなのかってところだと思うだからその人の魅力があってうそういうふうに出会いがあって重ねていった時に、ね、この人だったらっていうだからあのなんの相性もあると思うの一番そそそそう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 だからたまたまこの人がニューアウウでっていうことでなってるからああってなって。 だからあのあ言だよ、ね、だからなんだろうねこの好きだったとしても赤ワイなとか本当に付き合いたいよねって思っててもやっぱこうんかこの身内だったりとかこの家族関係だったりとかこのやっぱ沖縄ってこの横つながりも多いからそういうのでも気にしてやっぱどうのこうのっていうところもやっぱあるんじゃないかなって半分は思うけどさそれをだから乗り切れ ルイートっっててすごいよねって思うけどうだからあのお互いにだからその、まあ、自分自身が落ち着くだとか相性があったとかその人と一緒にして、ね、先言ったよに生涯を共にしたいってい気持ちがあったからこそその方は一生懸命こうやっていろいろね出会われたりだとかこういうこともしてると思うし。あ 結局だからあれよれなんていうの最近お母さんにも言われたんだけど追うより追われる側になりなさいって言われて分かると思ってでも私無理だわと思って <laughs> 私は何ぐらいがあ、ね、かな私をねだからあの。 ランちゃんはね、はっきり言ってねあので、まだね、可能性あると思うわけ。自分で壁作ってるだけだから、この子は恐怖症なところがあるわけよ。いうのかなそうだけど、私の場合じゃ何かって言ったら、私の場合は、じゃあ、私に向かって向きなさいって言って、じゃあ、私にと向き合いなさいって言ったときね <laughs> で、どういう問題が出るかって言ったら、まず介護でしょ。この人は何だろうとかねあこの人 あるからそうそうあこの人、例えば私がだったら、ね、私は水道水ともお話をするし壁ともお話をするし物に対してもこんなだしって言って、ね、それにつきまとわされるっていうのも,もう不安だから、ね、自分自身がこうやってどうなるかわからないって、ね、だからこうやってできないしってやってしまってからねあごめんなさい私だったら俺だったら無理だわってこうだわって言ってえあくまでもその第三者としてから私を見ていたいっていうのがあってもうこうなってって。 あるからだからまだね綺麗とか可愛いとかこうっていうかあるんだから,だからあれなんだよね結局私は中身ブスなんだよねなるほどねだからじゃあ教養身につけなさいってある意味ちょのと,ままとこもあるんじゃないわがままなのかなじゃあ自慢もだわけさまあそれはまあおいおいとして <laughs> そうそうそうだから私の場合はだからそのなんていうあまりおとなしすぎるのね 大人すぎるもんだから例えば旅行行きたいとか旅行行きたいですじゃあデートしたいですって言った時に中高年のお買い物とりあえず椅子ってタイプなんですうでわかりますか言ってること。中高年はお買い物に行く時は必ず椅子を探すもんね。でも最近私そうかもしれないだから私の場合そうだから彼氏がじゃあ一緒にどっか行きたい何かしたい俺じゃあ一緒にデートしようだ入って行って行きますって。 行ったらいいよ行っときにじゃ私がちょっと待ってね座っていいって言われてこれ彼氏ドン引きでしょはいはい分かった分かったあの FM 小座で今のまーちゃんがいるので皆さんえっとちょっと年上の方募集しまだから私より年上ってなったら506070ってなるわけさあそうだわけよ目が遠くなるからねそうだからねえなんねえそうだから私もサランラップの芯もって歩いてるわけでもさ あの、性格的に合いそうよね、それぐらいから。だからこういうサランラポンの芯持ってるでしょ耳に当ててからね。え、元気ですかお元気あっちょっと待って。おいなな、もうありえそうなんだけど。元気ね、頑重そう見せんな。ああそう。あるある。そう。でかいね。中高ねは まあ,あ、そう、言ったら三秒後でこうやってやるわけ。<laughs> うんう、ね。だから、大変よね。<laughs> 大変よね。<laughs> <laughs> 分かったもう元気な元気な方をお探ししましょうそうでしょうそうなんですよていうことちょっとコメントきてるの読んでいきたいと思いますいいっぱ読んでルドルフさんね女性も衣が欲しくない人もいるしねって男女という分け方をしない方がいいかもだから求めちゃうからそれはそうなんだけどそれができればいいんだがね

はい、うんはい、ということで,、えー、とでルロルフルさんね女性でもゲイが好きな人がいるしニューハーフ好きな人もそうなんですよだから女性の場合だとゲイの人からやったら,、うんらね、も,もちろん好きでってなる場合もあるけどゲイの方はまた恋愛対象になりませんからねそあなんかたまにあのごめんね勘違いしてる人がいるんだけどニューハーフの人 人はゲイの人がいるじゃないっていうじゃないいやいやいゲイの人はニューハーフは好きじゃないよ同性愛者の違いなんですよあゲイの場合ははっきり言って同性愛者なんですね同じ性の人が好きな人のことをがゲイなんですよビアンでもそうなんですよニューハーフの方っていうのは異性ですから異性としてあの男性が好きですからゲイの方は恋愛対象外になるんですよねそうなんですそれとなんか私がちょっとなんかねあのなんか 聞いていただけてなんだろうこの頭の隅っこねもなんかあったらいいなって思うんですけどもニューハーフの方と付き合ってる方で、うん、なんか「うん、あの男ゲイだば」とかって言<ー>う人い,いるのねそ,<う>そ,れその方はあくまでもその女性の方を、うん、ニューハーフの方を女性として見てますから。 でもそれにトラニーチェイサーって言います。ゲイとは言いませんよ。ゲイとは言いません。うん、トラニーチェイサーとは。それをちょっとなんかあの分かっていただけたらなんかまあ、うん。だ、うん、からなんかゲイって、ね、ゲイとかバイとかって思う,思うよりかはトラニーチェイサーって思えば、ね、じゃあ何かっていうとそれがね。うん、あのまあ簡単に言うとマツコさんとか、うん、あのに。 はるなアイさんとかミツ・マングローブさんとかそういう男でありながら女戦争あるいは女の子になりましたっていう人のことを好きな人のことにラニーーサって言います女の子に見えたらね大丈夫っていう感じでよね。基本的にねということでじゃあうんしてますけど一旦 CM を入れてまたね続きお話ししていけたらなと思いますみんな聞かないと食べちゃうわよ。

このあのタ<ー>イトルでしたって感じでお話ししますから、はい、えっとねしな何でもさっきメール来てたんじゃないうんだから CM 分けにだだどこね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 あちょっといいあおしてしまったそれあ,あいやだあな何、ね、これちょっといいあだ あああ <laughs> あれ<ー>あ、ごめんなさいね。<laughs> <laughs> 何してる？合ってるこれ。コメント消えちゃったね。消えたの？うん、消えてる。あ、本当。<laughs> でも、ちょっといい。<laughs> あ、来てるぞ。<laughs> <俺>はい。 はい。 はい。ただいまお届けしたのが、ちむたかぶし、神谷光一様でございました。ということで、ただいまのお時間。ちちごとやいびいたんや。ね。18時43分になっております。え m 小むこざから、おねえかわずのちむどんどんラジオで放送いたしております。はい。ということでちょっとメッセージが届いているので、読んでいきたいと思います。はい。おねえさんじゃなくて、おねえさんと。え、ゆめつてんだよ。こんばんは。ラジオネーム、ラジオネーム、ジャムクラック。 かですありがとうございますね、いつもね、はい、お釜にかけてマグロの釜焼いてます、はい、サーマン焼いてるよって言った私からいいあ、でもサンマ美味しそうだよねあおしゃれサンマン美味しそうよねお釜、ね、にかけてマグロの釜焼き <laughs> 私、ごめんなさいねあの、あの、滑ったら流してくださいちょっとやりたかったのがある謎かけね謎かけはい、はい お釜についてくる女の子とかけましてあお釜についてくる女の子とかけましてあの釜で焼いたあ釜で焼きすぎたお魚ととくときます、うん、釜で焼きすぎたお魚とときますはいその心はどちらもお焦げです<ー> <laughs> <laughs> お焦げっていうとあのお釜についてくる女の子にお焦げって言ったりするんですよ

あのね、この,あ,のあれだかサイだか言いますけどね、カジャーっていうのとね、カバサンっていうのと、カバサンというのと、2つ2種類あるわけ。カバサンカバサンカバんでカバさんっていうのは、要するに、あこの匂い、鼻の匂い、あれ、うりカバサンや、カバさん丁寧な言葉ね、うん。丁寧っていうか、うん あのいい匂いのこと、といい匂いしてきたね、いいあの感じの香水だねとか。あのーうん、あれなんか日本語日本語に直したらこんな感じかな。な匂いがするとかじゃなくて、あいい香りがするみたいなかな。香ばる。そうそうそう。香か,ううか香りがきてる香ばさんね。んかじゃっていうのは。かじゃ。もう一言で言うと臭い、ね。<laughs> あでもそんな感じがする。カジャねい。いやあしかじゃいよな息がかじゃよいよやめやめカジャやって。この言い方だろうの。 <laughs> そうだから、そう、だから、うちの口でも、こうやってニュアンス変わりますから。あ、いいか、じゃ、してきたね、じゃなくて、あ、いいかばさんれ。うれかばさん、かばさんど、かば,かばさん <laughs>、か,かばさん。かばさん、かばやき、かばさん。かばやき、かばさん。はい、お願いしてますね、ということで、よろしくお願いします、ね。<ー>はい。ういうことで、そろそろね、あの、えれんのこだかの。あ、そうですね、今、あの、お知らせが入りましたので、読ませていただけますね。 野球中継特番のお知らせですということですね。 甲子園も盛り上がっておられますが少年野球も頑張っておりますよということで <laughs> あの小座信用金庫プレゼンツ小座信用金庫杯学童軟式野球大会決勝戦の生中継が決定いたしました<い> MC 解説はヒッティングチャンスの遠目さんです <laughs> FM 小座で少年野球の山中継を初めての取り組み初めてなのでぜひお聴きくださいということで場所が小座信金スタジアムですね8月20日土曜日となっております明明日日ですね明日の8月20日土曜日 土曜日場所が小座新勤のスタジアムです時間が昼の11時からあの13時午後1時までとなっておりますね二2時間の放送となっておりますのでどうぞお聞きくださいということで FM 小座より野球中継特番のお知らせでございました、うん、はい,やい,やいはいはい、はい、ということでいろいろお話を、ね、させていただいておりますけどもちょっと。ははい、うんはい あ、はい。あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。はい。はい、わお。あら。私たちの会いに来ないんですか。あ、はい。思いをございます。重いよね、思いよね。ね、いやいや、ありがとうございます。あららららら。あら、もう。地震が起きましたね。 こっちもよいいですよ。はい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 。今、お知らせが来てね、私もびっくりしたんですけど、ね、すごいですね。初ですね。少年野球ね。盛り上がりますね。え ねはい聞かないと食べちゃうわよねもう見に行ってくださいそうよねねねねねねね味を持ちながらあの見に来てくださいあ私やるんですかどちらの玉ですかねとかって思う私違う意味で見に行くはず違う意味でね どっちの音も使った方がいいんですかね。右ですか左ですか。右でお願いします。わかりました。はい。ちょっとあのシオフの尾て今出てます。ごめんなさい。では過ぎたから。本当ですね。すみませんね。番組中ありがとうございます。じゃあ明日の中継頑張ってください。ではスタジオにお返しします。ありがとうございます。はい。はい。ということでね山内さんから。 あの今中継が入りましてね。そうですね。小沢親近スタジアムで明日ああ明日ですね。十一時からということで。ぜひお近くの方足を運んでね、はい、またあの行けないなって方もまたラジオとかでもね楽しんでいただけたらと思っております。はい。FM 小沢ですててね。七十六点一メガエーユでお楽しみいただけたらと思っております。はい。ということでいろいろお話ししておりますけども。<laughs> うん、何の話だった？<laughs> <laughs> えちょっとちっとあも戻って戻ってすると。<laughs> 戻,っ戻って戻って。 だからあの私ね思うんだけどやっぱりねあの先ほどねこの「 リスナーさんからちょっとリアクションが来まして年下の方はってなったんですよ。私の場合年下はって私は年下はいいなと思うんですすごく魅力的で素晴らしいなって思うんです下は小学生から野球少年おいでって話なんですからそれはいいとしてだけど。 あの公開の,あの、ね、野外でやりましょうというとことでいいんですけどでも私がその年下ってなるとやっぱり 孫を見るような言えば母性本能が出ちゃうんだよね母性が出るから恋愛ってならないのよね先生向いてそうだよねそういう面では。馬の声ってねありますけどもこんな感じですから大変だなと思ってだけどまた私たちもそうなんですけどあのこのまあ 現れた方を大事にしたいって気持ちは変わらないんですよ。<れ>そう、<laughs> <そう S 2> なんかポケモンみたいね。<laughs> そう。私は早くゲットしてきてって思うんですけど <laughs>。でもゲットするんだったらマスターボールよ。そうそうよね。だけど <うん S 1> なかなかね。あのハードルが高いみたい。<laughs> ハードルが高い。そう。そう、そう、そう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  <laughs> 私に対し、私をね。この。 私についていくハードルが高い分かる分かる超分かるだからこのね難しいねって思ってもするでございますですよもうなんかウィリアム王子ぐらいじゃないついていける。 でもね、多分ね、それだったら私もいいかなと思うんですけどね。いいかな。もう王子様が。ある程度、小金持ちの方だったらやりやすいかも。小金持ち。こらっていきやすいかも。そうそうそう。そんな感じね。そうそうそう。それが言いたかったの。はい。っていうことだと、4ングだね。だから。 なんていうの私ちょっとあの、うん、なんていうの自分の中で思っているのがあるのね、うん、昨日どうしても言いたかったこと最後、うん、最後でもないけど本当に言いたかったことがあってそれ何かっていうと、うん、あの興味本位では、うん ななんていいうのでほしいいってうのはあのこれは誰でもそうだと思いますけれども特に私たちの場合は思わせぶりとか先ほどの人に聞いて興味本位だとかって言ってどういうことなんだ何なんだろうっていうことでまず来てくれる方はありがたいんですありが。たいけどね そこからもし恋愛になりますとか本当にあの市場でね好きになるとかっていうことはあってもいいんですよいいんですけどもしするんでしたらそういう風に見ないでほしいなって思ってあねとっていうことでありますから。 ぜひですねまたねあの楽しくあの私たちに対してのまた気持ちでね見ていただけたそうだよね感情が入っちゃうからどうしてもねそうねみんな好きになってくださいねだからまず本当に来るんでしたらその人となりでね好きになっていただきはいはいうことでちょっとメッセージが来てるみたいなのでやっていきたいと思います。はい ダムちゃん、ダンちゃん、未亡人のばあちゃん、お疲れ様です。今日のテーマ、それぞれのいろんな社会的に作られた男はこういうもの、女はこういうものという決めつけられた仕組みが根底にあるようね、先ほどのルドルフさんのメッセージと被ってしまいますが、いろいろとカテゴリー的な区分け、一線愛、同線愛、ETC にかかわらず、 あるのかもしれないですけどやっぱり、うん、根元の根元は人と人の関わり合い方なのかなと思います。 好きは好き大好きは大好きみたいねみたいに究極的なまでにシンプルに捉えられたらいいね風とカバさんのうちがうちな口の講座も楽しめていただきましたヨウスさんよヨウさんありがとうございますそうなのよだから男も人間だし女も人間だし人間が人間愛す図式には変わりないわけでしょっていうのが一番究極の形かもしれないね私たちが一番伝えたいのが人として ね、そうね。うああそうだね。そうだね。だからそう,、ね、そういうこと考えたらあなんか素晴らしいなって思いますね。だから、はい、絶対にね。あの愛するってことを忘れないで恋は下心でしょ。愛になった真心ですから。 真ん中の心ですからね真心ですから,あらねそれでまたねあのまたいいの、ね、愛された愛された愛されたになったら私たちもその分愛しますからちゃんとそうよね自身の心を持ってね愛していきますからはいよろしくお願いします,すよお集中ですここに、はい、そうそうそうはいえっと えー、そうですね。年金手帳もあれば。<laughs> <laughs> F.M. 小沢さんから募集募集のお知らせです。はいね、えっとマ、ま、ちゃんとラ <laughs> ちゃんがえっと彼氏募集中なのでもしよかったら皆さんメールを聞いてみてください。あ,あの年収は1000万以上でお願いします。<laughs> はい。<laughs> はいと <laughs> <laughs> いうことで次回の放送は <laughs>、まあ、9月の2日ですね。<laughs> 9月の2日 2>、はい、第一金曜日になりますけれども <laughs>、はい、9月の2日の金曜日はあのシア ドーナツの宮島さんこの前来られなかったので今度こそ今度こそもう年に年をしてきますからねあとあのギュンターマリアージュについてお話ししたいと思いますのではい私たちの裏側も覗かせちゃいたいと思いますよろしくお願いしますいっぱい覗いて見せますからね嫌でも喜んで喜ぶんだあんたたちは分かった喜びなさいよっていうことでねということでもう時間だとインビングというストリームツイキャスで見て聞いてくれた方ありがとうございます YouTube でも「FM 小座で検索したら「FM 小座じゃないか「うんえっと、おねえからず」で検索したら出てきます、うん、よかったらご覧になってください,、ねいはい、また終わったらまたツイキャスもやりますからねよろしくお願いしますありがとうございましたニフェイ・デイヴィタンバイバーンイ未亡人よ <laughs>